はいどうも皆さんこんにちは、スナキャップでございます。今回はですね、1月のお知らせ動画をですね、ちょっと本当めっちゃ遅れちゃったんですけども出そうと思います。で、今年初めてですね、動画出すの、はい、ちょっと言うのめっちゃ遅いんですけども、1月もう15日になるんですけども、明けましておめでとうございます。はいで、ですね、まあ1月の予定お知らせ動画なんですけども、まあね、本当言うことめっちゃ少ないです。言うことめっちゃ少ない。はい。で、まあとりあえずね、まあなんでこんなに2週間も空いてしまったかっていうと、まあ冬休み7日まであったんですけども、7日じゃない、6日まであったんですけども、まあ6日までちょっと課題が残ってて、めっちゃそれに追われてて、まあ課題をやってたら過ぎて、でまあね、その7日からまあ学校始まったんですけども、まあ、学校始まってからとりあえずもうちょっとね、忙しかったんで忙しくて、まあ、3連休あったんですけども、その3連休もちょっとね、久しぶりに学校行ってちょっとだるいなみたいな感じでそのストレスにより動画より遊びたいみたいになっちゃってちょっと遊んでて動画出せなかったんですけども、ね、はい。で、この1月なんですけども、自分とにかく、まあ、この1月はテストで埋まってて、まあ、模試とか定期テストとか中間テストですねがあって、まあ、1月中はですね、ちょっと本当マジで忙しいんで、1月中はこの動画以降動画を休むことになると思います。はい、申し訳ございません。最近やっとね、登録者がなんか毎日めっちゃ増えて、10人ぐらいかな、毎日動画出してない時でも10人ぐらい増えて、動画出したら20人とか増えて、ね、めっちゃ嬉しかったんですけども、誇りに思ってたんですけども、まあね一応今一応大事な時期なんでね、はい、とりあえず2月まで待ってください。と申し訳ございません。2月から、できるだけもう上げます。はい、頑張ります。それはね、ほんと短いお知らせになったんですけども、まあはいこれから頑張っていきます。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。